ウォルトディズニー、ウォルトディズニー、ウォルトディズニー、1901年12月5日から1966年12月15日は、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴに生まれた、アニメーター、プロデューサー、映画監督、脚本家、声優、実業家、エンターテイナーである。世界的に有名なアニメーションキャラクター、ミッキーマウスと、はじめとするキャラクターの生みの親で、 ディズニーリゾートの創立者であり、兄のロイオディズニーと共同で設立した、ウォルト・ディズニー・カンパニーは、数々の倒産、失敗を繰り返すも、350億ドル以上の収入を持つ、国際的な大企業に発展した。本名は、ウォルター・イライアス・ディズニー、ワルテル・エリアス・ディズニー。一族はアイルランドからの移民であり、聖のディズニー、ディズニーは、もともと、 デイーザニと綴られ、フランスのノルマンディ地方のカルバドス県のから11世紀に、イギリスやアイルランドに渡来した、ノルマン人の末裔であることに由来し、後に、英語風に直され、ディズニーとなった。イライアスは、父が、共和党を支持宗派として知られていた。ユニオンパシフィック鉄道の鉄道員でカナダ生まれの、イライアス・ディズニーと、 ドイツ人とイギリス人の血を引くフローラコールの4番目の子としてシカゴで生まれた。父イライアスはもともとカルフォルニア州で近郊を探して暮らしていたが、妻のフローラのために定職を求めてカンザスやフロリダ州に移り、後に仕事の関係でイリノイ州シカゴへと移住していた。しかしオルトが幼い時に、一家はおじのロバートディズニーの住むミズーリ州マーセリーミへさらに、 引っ越して農業を始めたので、結局のところは水売り州で少年期を過ごすことになった。しかし父親のイライアスはこの地においても農業に失敗して数年後に家族を連れて同地を去った。イライアスとフローラは息子4人と娘1人を設けたが、父親のイライアスは子供たちに対して愛情に欠けた厳格な態度で接しており、 ウォルト・トロイが1920年代に成功を収めても彼らに対して冷ややかな態度は変わらなかったためディズニー親子は長年距離を置いて交流はしなかったイライアスはリタイアするまで転職を重ねたが結局結婚する前に近郊で働いて小金を得た以外はどの仕事についても成功できず妻のフローラに苦労をかけていたが1930年代後半に ウォルトやロイが破格の成功を収めた後に彼らが両親を呼び寄せロサンゼルスに豪邸をプレゼントするでは貧しい生活を送っていたディズニー一家の畑の近くにはサンタフェパシフィック鉄道が走っておりその鉄道の走る音が好きだったアルバイトで鉄道構内で新聞やポップコーンを売る仕事をしていたこともある後に持ったウォルト自身の家では 八分の一スケールのミニチュア鉄道を庭に走らせていたが、そのミニチュアの汽車に乗って遊ぶのがボルトの一番の趣味だった。少年時代から絵を描くことやアートそのものに大変興味があり、七歳の時には自分の描いた小さなスケッチを近所の人たちに売っていたこともあった。学校では勉強をしながらも動物や自然などの様々な絵を描いていた。 アニメ界、映画界の大成功者であり、世界的企業の創業者であるにもかかわらず、借り入れが多かったことと倹約家だったため、人々が想像するほど裕福でもなく、娘たち曰く、家も車も人より少し良い程度の元な暮らしを送っていたという。父のイライアスが、シカゴで、工場経営に加わり、再び一家は、シカゴに舞い戻ることになった。青年期を迎えていた。 ウォルトも地元のマッキンリー高校に通いながらアカデミー・オブ・ファイン・アーツや幹部で絵を学ぶ生活を送っていた。学校では学級新聞の漫画欄を担当してその才能の片鱗を見せていたがその内容は愛国主義に沿った内容だった。当時、不安定な国際情勢の中でアメリカでも愛国心が国民の間で高まっていた。 そしてサライボ事件をきっかけに第一次世界大戦が勃発、アメリカが未曾有の大戦争に参戦すると愛国心に駆られたウォルトは高校と美術学校を退学し陸軍に志願した兄のロイも同様に志願して兵士となっている。実はこの時ウォルトは16歳であり、軍に志願するには年齢が一切足らなかった受付の列に並んでいる途中で、 こっそりとペンで青年月日を書き換えてごまかした。しかし兄と違い弱年であったために軍に説得され、兵士としての勤務の代わりに、赤十字社の衛星兵として負傷多兵士の治療や輸送に従事した。同じ衛星隊には、レイクロックもいた。大戦終結時、廃墟となったフランスにいたウォルトは一年ぶりに、故郷のアメリカに帰国した。帰国後、 父の経営する工場以外で仕事を見つけることを望んだウォルトは家を出て単身カンザスシティへ戻った。漫画家としての活躍を目指したウォルトはとりあえず新聞で漫画を書く仕事を受け負った。だが当時は一回の新人に過ぎないウォルトへの仕事の依頼は多くはなく成功どころか日々の生活にも困る苦しい時代を過ごしていた。見かねた兄のロイ。 地元銀行の職員として働いていたが知人に頼み、ペスマンイコールルービンコマーシャルアートスタジオでの広告デザインの仕事をウォルトに紹介した。ウォルトはここで生涯の友人となるアブアイワークスと知り合った。アイワークスとウォルトは翌年にアートスタジオから契約更新を打ち切られて失業すると、二人で新しい創作活動を始める計画を立てた。1920年1月、 ウォルトとアイワークスはデザイン会社、ウォルト・アイワークス・カンパニーを創立して共同経営者となった。だが設立早々にウォルトはアイワークスを置いてカンザスフィルム社にアニメーターとして雇用されてしまったので会社は長続きしなかった。はじめは生活のために雇われたウォルトだったが短編アニメの作画を担当する中でアニメーターとしての資質に目覚めていき、 漫画からアニメへと興味が移っていった。社員としての仕事の傍らで映像制作のための機材を借り入れてアニメーション制作に没頭。それまでの切り抜き手法からセルアニメに高い可能性があることを確信した。1920年、独立して個人事務所を設立したウォルトはフリーランスの制作者として仕事を募集、カンザスシティの事業家フランクエル・ニューマンからの出資で、 初のオリジナルアニメ作品、ニーマン劇場のお笑い漫画を制作した。質の高い娯楽作品は良い評価を得て、ウォルトのもとにはアニメ制作の仕事が順調に舞い込むようになった。個人制作では事業の拡大に追いつかないと判断したウォルトは、個人事務所からアニメ制作会社へと会社を拡張するべく、アブ・アイ・ワークスをはじめ、ヒュー・ハーマンやルドルフ・アイジング、 カーマン・マックスウェルなどの数人のアニメーター仲間を呼び寄せた。若干20歳のウォルトにとってこのラフをグラーム・スタジオ社は最初の成功となったが制作に没頭するあまりに資金のやりくりが乱雑になり最終的にスタジオは倒産してしまった。これはウォルトに経営面のサポート役を立てることの必要性を痛感させた。倒産後の整理を得たウォルトは 再起を図って映画産業の本場ハリウッドへと移住した。ハリウッドでは兄のロイ・ディズニーと共にカンザス時代に一本だけ制作したアリスの不思議の国シリーズの続編商品を販売する会社ディズニーブラザーズ社を起こした。事業の過程でアリスシリーズのアニメを再度制作する機会を得たウォルトは以前のようにアニメーター仲間を集めた。そこにはラフを グラームストデオス時代のスタッフだけでなく、バート・ジレット、フリッツ・フレレングといった新人アニメーターを雇った。ディズニー・ブラザーズ社はアニメ制作会社へと転身した。これが実質的なディズニー社の設立であると考えられ、ロスアンジェルス市ダウンタウンの北側、シルバー・アレー・ク・チクハイ・ペリオン通りに開設された制作スタジオは1939年のバーバンクへの転による閉鎖まで、 ディズニーアニメを世に送り出し続けた。少女子役の実写にアニメーションを織り混ぜたアリスコメディシリーズは人気を博し、ディズニー社の経営は軌道に乗っていった。1925年、会社の従業員だったリリアン・バウンズと結婚し、流産を経て、ジ・娘のダイアン、ジアネ儲けた後に、幼女のシャロン、シャロンを迎え、忙しい生活を送りつつも、 父親に愛されなかった反動もあり、後年、長期の南米旅行中ということで、彼は、父親の葬儀にも出席しなかった二人の娘を、溺愛しながら育てた。1927年、興行師チャールズ B ・ミンツの紹介で、ユニバーサル・ピクチャーズと繋がりを得たウォルトは、自社キャラクターとして、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットを考案、オズワルドを主人公にしたアニメを、 ユニバーサル配給で制作した。オズワルドはシリーズスタートと同時に子供の間で大ヒットを飛ばし一躍ディズニー社躍進のきっかけを作った。ウォルトはカンザスフィルム時代の旧友達を次々に会社へと誘ってディズニー社はアメリカでも屈指のアニメ制作会社に急成長した。だが百二十八年二月、チャールズ・ビーミンツと契約料の取引に臨んだウォルトは そこで大きな悲劇に見舞われた。ミンツはユニバーサル社に法外な配給手数料を支払うように要求。ウォルトがこれを拒否すると露骨な社員への引き抜き工作を仕掛けた。ウォルトを二重に落胆させたのはこの引き抜き工作にアイワークスを除くほとんどのアニメーターたちが応じてしまったことだ。その例がハーマンイコールマイジングである。契約書上、オズワルドが 配給会社の管理下に置かれていたことも不利に働き、ディズニー社は、配給元と、自社キャラクター、そしてスタッフの大半を失って、倒産寸前に追い込まれた。しかし、諦めきれなかったウォルトはその後も頑張って、仕事を続けた。ウォルトは優秀なアニメーターには厚遇することもあったが、アシスタントに対しては、誰にでもできる仕事をしている人間に、なぜ、 高い報酬を支払わないといけないと下に見て、発給でこき使い、アシスタントたちを中心として、ストライキを起こされたこともある。ウォルトは、ウォルトディズニーカンパニーの創業者で、ミッキーマウスの生みの親であるが、ウォルトが自分で原画を描いて、映画を作っていたのは、初期の頃であり、後世に名を残すディズニー映画の大作のほぼ、すべては、脚本家とアニメーターが制作しており、ウォルトは、 金と口を出すのが仕事だった。映画を制作する際は何度も意見が分かれ、ウォルトと制作陣が衝突、喧嘩にも似た、喧嘩学学の議論をすることは、日常茶飯事だったという。再建するにあたって、オズワルドに代わる、新たな実写キャラクターを必要と感じたウォルトは、それまでにもウサギのオズワルドや、アリスコメディの中で、ライバルとして、たびたび登場させていた。 仇役ネズミを主役に抜擢することを決定するデザインはルドルフ・ワイジング。アブ・アイ・ワークスのスケッチではオズワルドそっくりのキャラクターとなった。カンザスフィルム時代に飼っていたマウスに思い当たり、いくつかのラフスケッチを制作したというのは権利処理の問題をクリアするために後年の後付け設定である。すでにアリスコメディには当時高い人気を集めていたフィリックス・ザ・キャットに似せた ジュリアス・ザ・キャットも登場させており、フェリックス側のプロデューサーであるパッド・サリバから何度も警告されていた。これに当時、監督や演出に宣言し始めていたウォルトから、作画監督を委ねられた、アイワークスが、ウォルトの原案に動かすことを念頭に置いたアレンジを加えた。かくして、世に知られる、ミッキーマウスは完成した。後に、ディズニー社の従業員は、ミッキーの動きは、 アイワークスが、魂はウォルトが生み出したと語っている。モーティマーの名は後に、初期作品でのミッキーのライバルキャラクターに用いられた。ミッキーマウスシリーズの初期作品において、秀逸な動きの描写をアイワークスが書き出す一方で、ウォルトは演出面で高い才能を発揮した。ミッキーマウスの登場第1作、プレーンクレイジー、飛行機橋及び第2作、 ギャロッピンガウチョはサイレント映画として作られたが、第三作、蒸気船ウィリーで、効果音や声を吹き込んで、陶器映画の短編アニメとしての制作が、行われると、場面の転換や物語のテンポに合わせて、効果的に音や音楽を使用し、また、自らも、ミッキーマウス、ミニーマウスの声を演じた。この演出技法は長らく、ディズニー映画の象徴とも言うべき手法となり、 優れた作画と共にミッキーマウスシリーズのヒットに貢献した。対照的にウォルトの演出とアイワークスの作画を失った。オズワルドは次第に人気を失い、1930年代には完全にミッキーにとって変わられることになる。ミッキーはオズワルドをしのぐ人気キャラクターとなり、世界的な知名度を得てディズニー社の再建に大きな力を発揮した。 ディズニーは1948年頃からテーマパークの建設を具体化させていく。ディズニーがいつからテーマパーク建設の意図を持っていたかは、はっきりせず、娘たちを遊園地に連れてベンチに座った時に手持ち無さたな親の姿を見て大人も楽しめるテーマパークの建設を思い立ったとも、趣味である鉄道模型の制作が講じて大規模なテーマパークの制作を思い立ったとも言われている。 いずれにせよ、この頃からディズニーはアニメーションの制作に代わってテーマパークの建設計画に熱中するようになっていった。1951年3月にはスタジオのあるバーバンク市にテーマパーク建設計画を提出したが、これは遊園地建設による騒音などの住環境悪化を懸念した市当局によって拒否された。また、この頃には計画は当初のものを大きく超えた。 大規模なものとなっていたため、ディズニーは広大な土地の確保できる大体地の確保に乗り出し、1953年9月にはカリフォルニア州アナハイムに160エーカー、73万平方メートルの土地を購入し用地を確保した。しかしこれほどの大規模な建設計画を行う資金はディズニーにはなかったため、彼はこの時期に登場した。 新たなメディアであるテレビとの連携を考えついた。こうして新たなテーマパークの建設計画を各企業や市民に売り込むために1954年にはディズニーランドという TV 番組を ABC で放映しディズニー自らが出演してアトラクションやアニメ品の紹介などを行った。この番組は大好評となり ディズニーランド建設後も変遷を経ながら2008年まで54年間にわたって放映され続ける長寿番組となった。ABC はこの成功によって業績を大幅に向上させ、またこの成功を見た大企業がこの計画に次々と資金提供や資本参加を申し出るようになった。こうして無事に資金を調達したディズニーランドは 1954年7月21日に着工された。実際の建設においては、カリフォルニア州オークランドに1950年に作られた最初の子供用遊園地、チルドレンズフェアリーランドや、デンマーク2843年に作られた遊園地チボリ公園など、既存の様々な遊園地を参考としていたものの、ディズニーはこの遊園地を既存のものとは全く異なる。 小さな新しい世界にしようと考えていた。彼はこのテーマパークの建設に熱中し、日夜建設現場に足を運んでは様々な指示を行った。1955年7月17日にディズニーランドは正式にオープンし、上記のディズニーランド番組内で全米にその様子が中継された。ディズニーランドは芝叩く間に大成功を収め、 ディズニー社の経営の柱の一つとなり、現在まで続く多面的な経営の基盤を作った。ウォルトはディズニーランド開設前に、いつでも掃除が行き届いていて、美味しいものが食べられる。そんな夢の世界を作りたいと語っていた。無論これは現在のディズニーランドの土台となっている大事な思想であり、現に他のテーマパークでは何の変哲もなく、 行われている地面の掃除もディズニーランド内ではまるで一つのショーで赤のごとく行われている。また、ウォルトはディズニーランドのオープン時のスピーチの中で私はディズニーランドが人々に幸福を与える場所、大人も子供も共に生命の脅威や冒険を体験し楽しい思い出を作ってもらえるような場所であってほしいと願っています。と言った、その 誰もが楽しめるというファミリーエンターテイメントの理念は今も各ディズニーのパークで受け継がれている。ディズニーランドの成功はディズニーに二つ目のテーマパーク建設を構想させるのに十分なものだった。二つ目のテーマパーク予定地にはセントルイスなどいくつかの場所が挙げられていたがやがてフロリダ州の中心部オーランドに目をつけた。ここに着目したのは 湿地帯が広がっていて、土地代が安く広大な土地が確保できたことや、アメリカ生端のカリフォルニアにあるディズニーインドに加え、ディズニーブランドを広める拠点が、東部に求められたことによる。1965年、ディズニーは、フロリダに2つ目のディズニーパークを作ることを公表した。この新たなパークは、アメリカ都市の生活の質を問題とし、 アメリカ産業の創造性を見せるためのエプコットというナノパークを中心としており、マンハッタン島の2倍ほどにもなる広大な土地を買い、エプコットのほか、ディズニーランド、ホテル等を取り入れたウォルトディズニーワールドリゾートを作り始めた。ウォルトの訪日が幾度か検討されたが、多忙のため実現しなかったという。1966年12月15日、肺がんによる肺炎で、 ウォルトディズニーワールドリゾートの完成を見ないまま、亡くなった。満65歳没、去年66。生前は大変なヘビースモーカーで、禁煙を勧められても、ヘビースモーカーでも長生きした人はいくらでもいると言って取り合わなかった。翌年、遺作となる、ジャングルブックが公開された。晩年は酒に溺れ、朝食はドーナッツを、スコッチウイスキーにつけて、 食すのが一番のお気に入りだった。1941年12月8日の太平洋戦争の開戦と第二次世界大戦へ参戦したアメリカは戦時体制への協力を国内産業へ求めた。映画産業に対しても協力を要請するが当初は成功しなかった。検閲や行政指導ができない上に高度に資本化された映画産業は政府の要請よりも 理順追求を優先させている。しかし、ディズニーは、大衆がヨーロッパに関心を持ち始めていると気づくと、ハンドイツの色を薄めた、ハンナチスの形で、繊維紅葉のプロパガンダ映画を制作した。大衆文化史の研究者にはディズニーが、孤立主義から、有法の援助へ、大衆の意識が変わっていたのを見抜いた上で、統合の象徴として、ミッキーを選択させた点や、 彼が没した今日でもミッキーマウスはアメリカの象徴として自己増殖を続けている旨を指摘する者も,もいる。政治家や政府のプロパガンダにより大衆を説得することは難しい出典、心理戦争。しかし大衆自身が願う形へミッキーを作り変える作業を続けることでディズニーは成功を収め同時にアメリカ政府を顧客とすることにも成功した。 当時のウォルトディズニー社は、白雪姫の大ヒットで得た、莫大な収益を注ぎ込んで制作したピノキオやファンタジアがヒットしなかったせいで、あっという間に膨大な借金を抱える羽目になり、さらにヨーロッパも戦争中で映画の輸出もできなくなり、株価も一株が25ドルから4ドルまで大暴落し、倒産の危機に陥ったが、プロパガンダ映画の制作により、ある程度の収益を得て、 経営を立て直すことができたため、戦後も引き続きディズニーは経営の安定させる理由で、政府の各実験、原子力開発キャンペーンのために、我が友原子力という映画を作成するなど、プロパガンダに参加している。対戦当時に、同スタジオで制作された以下のアニメ映画には、ミッキーマウスが戦闘機で日本軍の冷戦を撃墜するシーン。アニメ映画、相当の顔には、 当時を秀樹を風刺するシーンがあるが、これらは国の要請や強制を受けたものでもなく、ウォルトが積極的に自ら制作したものである。第二次世界大戦後、生前のセルゲー・ゼンシュティンと親友だったことなどから、当時吹き荒れていたジョセフ・マッカーシーのマッカーシズム赤狩りの嵐に巻き込まれる。彼は校長会に出頭し、冷戦前のソ連に三匹の小豚。 1933年をったことがある。非常に好評だったと証言している。最終的には無実とされた。このような形で赤狩りにこそ巻き込まれたが、戦時中や冷戦中、自らが反権を持つキャラクターを軍や政府に無償で提供したり、自社の労働組合と激しく対立していたことから、当人はむしろ熱烈な保守派、右派。 反響主義者と考えられている。マッカーシーの赤狩りでは、チャーリー・チャップリン、ジョン・ヒューストン、ウィリアム・ワイラーらも対象となった。委員会への召喚や証言を拒否した10人の映画産業関係者、ハリウッド店は、議会侮辱罪で訴追され有罪判決を受け、業界から追放されたハリウッド・ブラックリスト。グレゴリー・ペック、ジュディ・ガーランド、ヘンリー・フォンダ、ハンフリー・ボガート、 カーク・ダグラス、バート・ランカスター、ベニー・グッドマン、バンドリーダー、キャサリン・ヘプバーンらは赤狩りに対する反対運動を行った。グレゴリー・ペックは、リベラルの代表格だった。一方で、ウォルト・ディズニーと共に、政治家のリチャード・ニクソンや、ロナルド・レーガン、B 級俳優、ゲイリー・クーパー、ロバート・テイラー、エリア・カザンらは告発者として協力した。 このような指摘に関連して闇の王子ディズニーを表したマーク・エリオットは赤狩りの時代にウォルトはハリウッド一の映画人たちの思想について FBI への熱心な密告者であったとしてきているほか、ディズニーランドのモノレールの開通時にアナハイムの近隣のヨーバリンが出身で赤狩り時代にマッカーシーに近い反響主義者で知られた共和党選出のリチャード・ニクソンも 副藤領、後に大統領を招待している。なお、7年に及ぶ調査とディズニー社の事前チェックなしに出版されたゲイブラーの執筆による電気、ウォルト・ディズニー、放題、創造の狂気の中では、対戦中のプロパガンダへの協力姿勢は、当時、労働組合との争いや対戦による海外市場の縮小により、 経営が圧迫されていたスタジオの生き残りのための方策の一環であったこと、彼にとっても政府への協力には意義を見出していなかったことが記述されている。同時に戦後の赤狩り時代、彼の反響的な姿勢は労働組合によりスタジオが壊滅的打撃を受けたことに対する嫌悪感であったことを指摘している。ともあれ、 ウォルトは最晩年の1964年には右派の共和党員として大統領選に出馬した高派のバリーゴールドウォーターを熱心に支持していた。ゲイ・ブラーはウォルトが制作したミュージカル映画南部の歌での黒人の描かれ方からウォルトが人種差別主義者のレッテルを貼られたことについては制作に熱中するあまり人種に関する配慮に欠けていたのだと主張している。 ウォルト自身は読書をほとんどせず、世相に対して鈍感な面を持ち合わせていたというので、ある。この南部の歌は公開直後から全米国人地位向上協会、NAACP の激しい抗議を受け続けており、アメリカ本国では最上映やビデオ化が阻止され、幻の作品となっている日本でビデオ発売が実現したが廃盤。しかし、 ウォルトに対する白人至上主義者、人種差別主義者との批判は彼が死ぬまで浴びせられ続けたものであって別に南部の歌に限ったことではない。ウォルトは南部の歌では風切りイベントに主演の黒人俳優を出席させなかったほか南部の歌の以前にもその2年後にもミッキーマウスやミニーマウスがアフリカで野蛮で猿のように枯れた黒人を差別的に扱う。 民族侮辱的な漫画を出版しており、現在も批判の対象となっている。また、彼は亡くなるまで、ウォルト・ディズニー社の要所に黒人と女性を雇い入れなかった。彼の制作した作品群のほとんどすべてに、様々な民族に対する彼の白人中心視点から、なる人種差別、及び男尊女卑的な性差別が指摘されている。 アカデミー賞の個人受賞最多記録を持つ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。